じゃあ錦帯橋五連の全体のお話を始めましょう。昭和25年にですね、錦帯橋の橋台を超えるぐらいの大洪水でこの橋が壊れたわけですけれども、それ以前は橋台そのものもやっぱり石積みですから、少し角張った箱のような形ですね、曲線が少なく、そしていわゆる上流が狭くて錦帯橋のところが広いわけですから、こう放射状にこう広がるということで、橋台そのものもそれぞれ水の流れに逆らわないようにこう位置が少しこう平行的にずれておったわけです。いわゆる真ん中に30センチ40センチ以上の隔て石という石がありまして、それに向かっていわゆるアーチ橋あるいは柱橋の方の橋がこうお互いに突っ張り合ってですね、力全体をこう角手に向かってこう押して均衡を保つというようなまあ形で出来上がったわけですが、まあ昭和28年の昭和の橋はこれからコンクリートの時代になるということと、洪水に対してということで、まあコンクリートの軽損の石垣土台を作りましたので、その時に全体をもう少し高く位置をしようというようなことで、現在は石垣の第2第3というのが約今の道路より1メートルぐらい高く均等なんですよ。そして第1第4が30センチ低くなっておるということですから、真ん中の端だけが一応こう均等にかかっておって、少しこう傾いてと、それが今はコンクリートの中に靴鉄という鉄のボックスがありますので、それにこう挟み込んでボルト締めということで、工法そのものがまあ全体は変わったわけですが、橋台そのものも少しサイズを大きくしてこう平行に今はちゃんと作っておると。それとまあ錦帯橋そのもののスパンも以前はちょっとバラバラなところがあったんですけれども、今回はだいたい5つの橋を統一しようということで作っております。錦帯橋は工事としてはまず真ん中の第3橋を第1期にかけまして、そして第2期工事としては横山川という向こう側の川岸の2つやりまして、最後の3年目にこちら側の左側の方の西見川を2つやるという、それで工事としては11月以降の台風シーズン過ぎて水量が一番低いという冬の季節になりますので、川の上での1月から3月までの仕事で完成させるという、まあ、いわゆる場所的には非常にまあ厳しい環境の中でやらなきゃいけないということで、全部完成した時にはやっぱりもうだんだん足場が溶けてきれいになりましたら、ああこれで終わったんだなという、非常にまあやはりちょっと感慨深いものがありましたですね。